俳優の千葉真一さんが19日、新型コロナウイルスに伴う肺炎のため82歳で亡くなった。20日、娘で女優の真瀬樹里、46、が所属事務所を通じ追悼コメントを寄せた。真瀬は昨日8月19日、17時26分、父、千葉真一が永眠いたしました。父は、7月末に新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をしておりましたとし、症状悪化のため、8月8日に入院し、10日前後に一度持ち直しましたが、その後再び肺炎が悪化し、回復することができませんでしたと経緯を報告。私は一報を受け、仕事後駆けつけましたが、最後に立ち会うことはできず、しかし、顔を見て、お別れと伝えたいことを言うことはできました。苦しんだとは思えないほど、穏やかな顔をしておりましたと綴った。また、少し前に、電話で父の元気な声を聞いたばかりでした。私にとっても突然のことで、まだ現実感がありません。ただただ悔しいです、と無念の思いも。最後は天国から、両親が見守ってくれていることを信じて、胸を張って見せられる仕事ができるよう、精一杯生きていきたいと思いますと誓うとともに、税前お世話になった関係者の皆様、父を応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。父の残した作品を、これからも愛し続けていただけたら幸いですと呼びかけている。千葉さんは1939年生まれ、福岡県出身。1968年、TBS 系ドラマキーハンターで人気を得る。その他、映画キル、ビル、ワイルド、スピード X3 東京ドリフト、フジテレビ系ドラマ影の軍団シリーズ、NHK 大河ドラマ風林火山などに出演。日本を代表するアクションスターとして海外でも人気を獲得し、サニー千葉の名で知られた。私生活では1973年、女優、野際陽子さんと結婚し、1994年に離婚。娘は女優の真瀬樹里、46。その後に再婚。息子は俳優の新田真剣佑、24、誠栄田剛鶴、21。